はい、どうも、峰島です。今回はですね、マコナリなんですけれども、マコナリがまた新しい無料セミナーをやっております。どんなセミナーかっていうと、未経験から市場価値の高い IT エンジニアになる方法ということで、無料セミナーを開催しております。この文言だけでも、ツッコミどころ満載なんですけれども、まずですね、最初、このランディングページ、LP を公開したんですけど、マコナリ社長がいるでしょ?マコナリ社長がこう、いるわけですよ。市場価値の高いっていうのがでっかく書いてあるんですけど、こんな感じで、文字に顔が隠れて、その後直したみたいなんですけど、僕がちゃんとスクショを撮ってツイートしてますんで、概要欄の方にツイートは貼っておきます。参加費無料っていつもこの人参加費無料なんですけど、また物部さんっていうね、あそこの役員が出てきてて、この物部さんもそろそろいなくなっちゃうんじゃないですか。平田くんはいなくなっちゃいましたね。仮メンタリスト L、 これがツイッターで活動を開始してますんで、平田くんはディブを離れたらしいです。なので役員がどんどん去っていく状態になっております。このセミナーに戻しますけれども、話を、非エンジニア限定って書いてあるんですよ。つまり現役のエンジニアに参加されちゃうと問題があるってことなんですよね。テックキャンプが主催でやってるみたいなんですけど、このセミナー自体がエンジニアってこんなにいいもんなんだよっていう話をまたこの無料セミナーですると思うんですよ。大体そのパターンなんですね。その後テックキャンプどうですかっていう話で持ってくと思います。この無料セミナーは結局は着用性のセミナーになってくるわけなんですけれども、ここの人事担当の針谷さんっていう人が言ってるんですけど、相談、デザイン会社の方、提案する際にエンジニアリソースが困っているという方いませんか。連携する機会が増えていていい感じで進んでいるので、そういう取り組みができないかと考えています。対応可能なシステム一覧はこちらですって言ってるんですけど、ウェブシステム開発とかスマホアプリ開発とかサイト作成とかいろいろ書いてあるんですよ。サイト作成っていう話をしてるんですけど、まあ言ったらこんなサイトができてくるんですよ。僕のスマホで見たらそういう風になってたんですけど、いろんな環境下でそのサイトをどんな風に見えるのかっていうのを確認してないんでしょうね。僕がツイートしたら一回いなくなったみたいです。まあ、こなり自体が文字だけになっちゃって、その後に直したみたいですね。IT企業なんですけど、一応まあパソコン教室と言われてますけれども、一応渋谷のど真ん中にある IT 企業なんですが、まあパソコン教室レベルのものしかできないということでございますね。こんな企業にサイト作成とか頼む人いるのかなっていう話です。今困惑のね、人材派遣もやってるでしょ。エンジニア派遣っていうのをやってるわけなんで、時給7000ぐらい取ってますからね。あれ一周ゼロ、そういうサービスもどんな人来んのって話ですね。相変わらずマコナリちゃんやっちゃってるよねっていう話でございます。まあマコナリについて言うと、僕のチャンネルを潰そうとした張本人なんで、今後徹底的に取り上げていきたいと思います。まあやられたら100倍にして返してあげないといけないので、徹底的に100倍にして返していきたいと思います。もうマコナリちゃんのね、動画いっぱい作ったんですけど、僕のファンの方はマコナリ再生リストを結構見てくれてるらしかったんですけど、残念なことにほとんど残っておりません。なのでこれからまた量産させていただきます。あとね、照明が暗いっていうコメント入ってたんで、実は照明壊れてたんですよ。暗くなってたんですけど、照明買ってまいりました。実はカメラも変えてるんですね。なのでちょっと画質が悪くなってるんで、編集でうまくごまかします。まあそんな感じでマコナリ動画また作ってまいりますんで、ほっといてもネタをこうやって提供してくれるんで、変なことがあり次第マコナリにはサプライズを都度与えていこうと思いますんで、見たい方はチャンネル登録お願いします。それじゃね。